私は失業してみたい。本気で辞めたいとなど思ってはいない。辞める自由もないしな。役目がなくなったらどうなるかは想像してみただけだ。随分この国にも慣れたようだな。ま、よそ者なら馴染むのも早いということなのだろう。私にも慣れただと？おかしなことを言うやつだ。私と過ごすことになれるような変わり者などお前くらいのものだぞ。よっ、昼の遊園地はやっぱりいいよな。活気があってさ、楽しいだろ。せっかく来たんだからあんたも遊んでいけよ。どうした、眠れないのか？私も今仕事が一段落したところだ。話くらいなら聞いてやる。喋ると体力を消費するからな。意外と眠れるようになるかもしれないぞ。お茶を飲んでいかないか？そう、お茶会だ。当然今から、後日にという話ではないよ。私は夜に眠ったりしないから構わない。君は夜に眠るのか？規則正しい生活というわけだな。感心なことだ。規則正しい生活などすぐ飽きてしまう。私は好きな時に好きなことをする気ままな生活をしていたい。昼とか暇な時間に、暇なことなどそうそうないがね。私は暇が嫌いなんだ。
らしいな。レム睡眠とノンレム睡眠の関係上。6時間も眠るなんて退屈だ。倒れたりしないさ。私は多忙なんだ。常に働かなくてはならない。見えないだけで忙しいんだ。だろう？私は広い場所が好きなんだ。広いに越したことはない。どうした？そうだな、君と親しくなれて嬉しいよ。知り合えば知り合うほどに好かれていく。私の邪魔をするなと何度も言ったはずだが、あまり作業場をうろうろと歩き回るな。物を動かされるのも困るが、何より気が散ってしょうがない。むやみに仕事を手伝おうなどと余計な気は回さなくていいからな。あれ、あんた、また来てくれたんだな。
ここを気に入ってくれたか？いつでも待ってるからな。むやみにここのものを触るなと言ってあるだろう。お前がいると面倒が増える。片付けはいいからおとなしくしていろ。ああ、お前か。手伝うこと？今は特にない。気を使うことはないぞ。大事な機材を壊されてはかなわないからな。案内もなしでは退屈しても仕方ないか。よし、わらわが直々に庭を案内してやろう。そうかしこまる必要はない。わらわも退屈だったのだ。遠慮などするでない。ユリウス、久しぶりだな。いやー、また迷っちゃったさ。参った参った。でも仕方ないんだぜ。なんと今回はクマに襲われるわ、蜂の大群に追いかけられるわで、今回も運の悪い旅だったんだ。おまけに4回も暗殺されかけたんだぜ。運が悪すぎるだろう。54時間帯ぐらい遅れたけど、許してくれるよな。あ、もっと遅れてたっけ。ともかく遅刻した。ごめんごめんごめん、許してくれるよな。君こそ誰？ユリウスのお客さん？世話ってユリウスが？あいつが女の子を囲ってるなんて。なんて面白い展開なんだ。分かってる分かってる。あいつって暗くて女の子に好かれるようなタイプじゃないし、手を出すような度胸ないもんね。一緒に生活してても
あいつなら指一本触れないとか大いにあり得るよ。でも面白いからからかってやろう。だってあいつ陰険だから一緒にいると常に嫌味ばっかりだろ。女の子に好かれるってことはないと思うけどな。家主に気を使っているのはわかるけど、あいつって不愛想でどう考えても女受けするような。でも手を出されたい男って感じじゃないだろ。対象外っていうかさ。あいつって女の子に好かれないと思ってたんだけど、君には違うらしいね。見る目あるよ、君。この子にはすっごく優しいんだってな、ユリウス。手を出してもいいんだって。よかったな。いやー、お前が付き合うと人が変わるタイプだとは知らなかったよ。二人の時はどんな感じなんだ。見てみたいような、死んでも見たくないような。なんとか言えよ、怖いなもう。すっごく優しくなったお前は俺にも優しくしてくれるよな。遅刻許してくれるだろ。
中留守も何ももう慣れた。お前の方向音痴と学習能力のなさは救いようがない。さすがユリウス、俺のことをよく理解してくれているぜ。あ、俺エース、ハートの城の騎士だよ、よろしく。ユリウスの彼女だろ、よろしくな。じゃあ俺適当に仕事にかかるから、遅刻した分キリキリ働くぜ。また階段から落ちたな。来るたびに転げ落ちるんだ。その上何もないところでも転ぶ。本人は運が悪いんだと言い張っている。あいつは私の仕事の手伝いをしている。この部屋には住まないが、塔をうろうろしているから、迷子になっていたら案内してやってくれ。私は仕事に戻る。いやあ、君か。また会えたな。俺はなかなか間を置かずに人に会えないんだけど、君とはよく会ってる気がするな。君は人を引きつける何かを持っているのかもね。大げさ？そんなことないさ。俺も君に引き寄せられているのかもしれない。俺が冒険や旅に呼ばれて歩き出すように、君の何かに呼ばれているんだよ、きっと。なんか楽しいな、それって。でもそう考えるとあれだ、君が迷子になったら俺も釣られて迷子になっちゃうのかな。よくわからなくなってきた。よっ、昼の遊園地はやっぱりいいよな。活気があってさ、楽しいだろ。せっかく来たんだから、あんたも遊んでいけよ。
お前はいつも鬱陶しいくらいに元気だな。褒めているんだぞ。そんなに気力があるのなら遊園地でも行ってきたらどうだ。遊びに来てくれたのか。まだ昼飯を食ってないなら食ってけ。面白い料理がたくさんあるぜ。もちろんご馳走するぜ。おう、おごられとけ。俺もあんたが遊びに来てくれて嬉しいんだ。料理人に腕を振るわせていいもん食わせてやるからな。どんなものが出てきても驚くなよ。病人に嫌味を言わないでくれないか。嫌いなものは嫌い。気分が悪い。吐く。血を吐く。